はい、今回はですね、とっても面倒くさがり屋の方のために、ほったらかしでお金が入る方法をちょっとお知らせしますね。まあ、たまにこういうのがあるんでお知らせしてるんですけども、今までのも随分役に立ったと思います。本当にほったらかしなんで、本当かいなと思うじゃないですか。でもほったらかしなんでね、そんなに莫大に儲かるとは思わないでくださいね。まあ最近でしたら、ポイントサイトとかアンケートサイトとかのモニターがあるんですけども、まあちょっとしたお小遣い稼ぎに登録しておられる方もいると思うんですよ。ただこういうサービスってのは、はっきり言ってね、セルフバックを活用したもので、会員登録を繰り返したりね、何かを購入したり、手続きをしたりとか、アンケートに長々と答えたりとかして、すごく面倒だと思うんですよ。まあ、今回お知らせするのは、そういうのが一切ない、ほったらかしでお小遣い稼ぎができる案件なんですけども、ご存知の方いますかね？モニタータウンっていうサイトなんですけども、特に何もしなくてもポイントが貯まるっていうね、奇跡みたいなお小遣い稼ぎ案件なんですよ。まあ、そんなうまい話があるわけないんじゃないの？と疑う人もいると思うので、なぜお金がもらえるのかを説明しますね。このモニタータウンっていうのは世界100カ国以上で調査を行う消費者分析のリーディングカンパニーなんですよ。で、モニターでは普段利用しているウェブサイトとかアプリケーションなどの使用状況を測定するんですよね。これはソフトウェアをパソコンとかスマホの方に搭載していただいて、そこで収集を自動的にするってことなので、いちいち自分がね、どこのサイトにアクセスしたとか、どこのメールを見たっていう報告する必要ないんですよ。で、収集した情報はスマートフォンなどのサービス向上に利用されます。まあ、つまりですね、どんなサービスをどれぐらい使用してるかっていうのを一人一人提供することでお金がお礼としてもらえるというサービスなんですよね。で、しかも提供方法がお話したように自動なので、何もしなくても自動的に、謝礼が入り、個人情報などは送信されないので安心ということになっております。まあ、またね、もらえる金額についてはパソコンとスマートフォンでちょっとだけ違いがあります。例えば、自宅用のパソコンだとですね、合計で1100円ぐらいが入るのかなって感じですね。iPhone でしたら合計で3600円で、Android の場合は3600円ぐらいかなってことですよね。そんなに驚いた金額じゃないでしょ。ですからそれぞれをね、年間に直すと、そうですね、年間ほんと数千円ぐらいのもんなんですよ。で、パソコンとスマートフォンモニター同時参加でもボーナスがあったりします。で、ポイント交換についてはポイントを200ポイント200円で行うことができますんで、プラス初回登録時だけでも交換ができてしまうという優れものですよね。で、注意点としてはスマートフォンモニターはドコモ、au、ソフトバンクの大手3キャリアだけなので、格安 SIM とかね、ああいうのは対応してないんですよ。すいません。また、登録ページにモニターの規定人数に達した場合は、キャンペーンを終了させていただきますと書いてあるので、ある程度の人数が集まったら終了になっちゃうんじゃないかなと思います。まあ、こちらの方ね、興味がある方、本当に最初設定というかね、住所、名前とか、住所って言っても郵便番号入れるだけなんですけどね。それから、お使いの光なのか、光回線なのか、なんかね、iPhone だったらどの、シーズンの使ってるのかとか、Android はどんなのを使ってるのかってことを入力するだけで、情報収集のソフトがダウンロードできて、あとは、放置で勝手に入ってるって感じなのかなと思いますよね。もちろんね、これ私、サポートはしませんので、すいませんけども、私の方にお問い合わせはすいません。NG でお願いします。特にこれをね、皆さんに紹介して、私を儲かるっていう仕組みでもありませんので、まあちょっと小耳に挟んだよっていうことと、まあ私が知ってるね、楽な方法はできるだけお伝えしたいと思いますので、皆さんに今回シェアさせていただきました。あ、いくつか画面をつけておきますので、ちょっとご覧いただければ幸いです。じゃあ以上ですね。